も大事にしている、ね。ですから、今年は神様の御言葉を大事にしましょう。何よりも、自分の意見よりも、他の人の意見よりも、ニュースで言う、ね、テレビで言うことよりも、他の人がね、学者が言うことよりも、何よりも神様の御言葉を大事にしましょう。そうすれば私たちも正しく生きるためにはそれが必要です。そうでなければ私たちは聖書の言うことよりも人の言うこと、科学者とか専門とかいろんな人の言うことを聞くと、今、教会がこんなひどい状態になっててね、いろんな学者のことを聞いて神様の言葉を無視して、そしてこういう罪になっていますね。ですから私たちのためにもそれが必要です。私たちはまず大体自分のために、聖書を、学んだり、読んだり学んだりしなければいけない。でもね、他の人のためにもね、私は他の人を助けるためには、神様の御言葉を彼らの状態に当てはめなければなりません。そうしなければ、本当に助けにはならないんですね。だから多くの教会は、その、なんていうの、哲学ですかとか、そういうことをお勧めしてるんですね。人間の再起はこういうなってますから、こうしてこうね。それ違う。神様に言葉に従わなければいけないんですね。ですから、その必要が、何であろうが、この、私は一番ね、あなたのためにいいことをするのは、神様の御言葉をお勧めるね。神様のことがこう書いていますね。人間の考えは私はこう思いますとか、この学者によるとこうなりますとか、いろいろ関係ないです。神様のことは、神様は私たちを想像したんでしょ、本当に。そうでしょ、違うならば、話が合わない。だから創世記を信じてない人たちはどうして他に神様の言葉を信じるか分からない。意味はない。そこのところに神様の言葉を信じないんだったら、他にもう忘れて。クリスチャンだと言わない。自分がクリスチャンだと言わない方がいいかもしれませんね。なんで勝手に知ればいいじゃないですかね。でもクリスチャンであれば、神様の言葉を大事にしているはずですね。そして、それが本当であれば、本当に神様は私たちを創造したのならば、神様は私たちを詳しくしてますね。哲学者よりも、何よりも私たちを詳しくわかります。先週も言いましたけども、ね、私は自分の体の内臓とか、骨の名前とか知りません。役割も知りません。この骨がどうなってるかとか、この筋肉がこうつなげてこうなってるか知らない。とにかく生きていますね。自分の状態は知らない。肉体的にも知らないし、霊的にも知らない。だって私は神様の言うことを聞かない。私は自分を創造したんじゃないんですから、ね。でも神様は私を創造しました。ですから神様は分かってます。どういう人間の問題とか、人間はどういうものであるか、どうすれば、幸いであるかとか、全部神様のがあってるんです。だから、他の人にも、本当に他の人の助けになろうと思えば、一つだけすることがあります。神様の御言葉を紹介したり、神様の御言葉をお勧めしなければいけない。そうしなければ、本当は、無意味ですね。本当は。で、ある人は、ある教会はね、人が貧しいし、食べ物がないから、この、貧しい人にお金あげたり、食べ物あげたりしようっていう、そういう、それは悪くないことですね。でも、それだけでは、それだけで終わるならば、無意味です。貧乏に金あげても、心を変えなければ、全然意味がないですね。余計に、ね、自分がね、正しくお金使わないから貧乏になったのならば、お金あげてもしょうがないじゃないですか。また、そのお金を無駄遣いにして、すぐに亡くなるだけだから、意味にならないね。そしてね、人が食べ物がないから、食べ物をあげようって言っても、なんで食べ物がないの？自分が怠け者だから、働きたくないからですから。そしたら、お腹つくべきじゃないですか。精神もそばでやるね。食わざる者は何とかな、働かざる者は食わざるべきとかね、あるじゃん。働か食うべからずで、食わざるべきだなというのは、とにかくそうですね。だから、まあ、聖書にそういうようなことがあるじゃないですか、ね。働かなければ、
食べない方がいい。なぜか、それが働く目的になる。なっちゃいます。だからそこのところに、じゃあ私が食べ物をあげるって言ってて、意味ないですね。本当はその罪に参加してるだけですね。だから本当は神様の御言葉を与えなければ、まあもちろんお腹が空いてる人がに、まあとにかくお腹どうでもいいから御言葉って言ってない。まあ初めにね、食べ物をあげてから、この言葉を告げるのもいいですよ。ね。ですが、その食べ物をあげて御言葉をあげないっていうのはないですね。それは、助けにはならない。だから本当に、他の人のために最高にいいことをしようと思えば、神様の御言葉、そしてもちろん神様の御言葉を通して神様に紹介しなければいけない。神様はその人たちを想像しました。神様の御心を果たさなければ幸いではない。状態は良くならない。何をあげてもその外面的な症状を防いでも、神様の心を果たさなければ本当の幸いではないので、ですから神様に、本当に神様を知り、そして、神様を、まあ、恐れる、崇めることにならなければ意味がないですね。ですから食べ物あげたり、お金あげたり、教育したりね、この前にも言いましたけども、ボブ・ジョーンズ一世、ボブ・ジョーンズ大学を始めたボブ・ジョーンズ一世は、よくことわざが、私は僕の大学に行きましたから、あちこちに壁に貼ってあります、ことわざがね、彼が言うことがね。で、一つの彼のことわざは、泥棒を教育したら余計にいい泥棒になっちゃうだけじゃないですかね。万引きする人に教育あげたら、今度は銀行、うまく銀行、ね、のお金取るようになるだけじゃない。だから、意味がないですね。教育だけでは意味がないですね。正しい教育をしなきゃいけないですね。真理に正しい。ですから、神様は、自分を私たちに表してくださっていますね。どういうふうにして神様は私たちに自分を表してくださっていますか？もちろん自然を通して、まず第一に私たちに神様のことを示してくださっています。そして、第二に御言葉を通して、私たちは神様を知ることができます。まず自然を見て神様がいることは分かります。そして神様に偉大なる力を持っていることは分かることができますが、その神様は自分を私たちに表してくださっています。ということを通して。そしてもちろんその神様の知恵ですが、神様が心の中に、人間の心の中に、神様がいることはみんなが分かっているはずです。心の中にその知恵があるはずですね。でもペトロが、これも先週見ましたけども、ペトロ言いましたね。何よりもその1番と3番よりも2番が、いいというね。まあ、ついでですから、岩さん、今日全部お願いします。読んでいただけますか。ペトロ、第1ペトロ、ごめんなさい、第2ペトロ、一緒の19節と21節までお願いします。また私たちは、さらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって、明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火として、それに目を留めているとよいのです。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち、聖書の予言は皆、人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら、予言は決して人間の意思によってもたらされたのではなく、聖霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです。はい、ありがとうございました。ですから、まあ、自然を見て神様がいることは判断することができるはずですね。だが、自然を見て、例えば、ローマ帝国とか、ギリシャの、昔の考えは、例えば雷見るでしょ。で、雷の説明には、そこに神がいるね。まあ、日本語。神がいて、その雷を投げてるとかね。そういう、だから、自然を見て、神様がいるからって、でも、間違えた、神様も間違えた。だから、自然を通して神様がいることは分かるはずです。もう、完璧に、というか、完全に神様のことを知ることはできません。そして、もちろん人間の心の中には神様がいることが分かっています。どこの国に行っても何かを拝んでますね。拝まなくちゃという気がありますね。でも、ほとんどの人は正しくない神々を拝んでます。拝まなくちゃという気があるんですけども、そして変な神様とかいろんな、インド行くともう、まあ日本もそうですけど、ね、神が何万もね、たくさんありますね。
どこでそんな神がね、ただ誰がそれを考え出したかも不思議ですけども、とにかく、だから完全に分かることができません。ですが、神様の御言葉を通して神様を完全に分かることができます。御言葉は神様の御言葉ですから、神様が自分に対しての証ですので、そして、これも先週ちょっと見ましたけども、神様の御言葉は、第2テモテ3章の16節と17節、これも読んでいただけますか。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい、十分に整えられたものとなります。はい、ありがとうございました。で、そこに2つのことが書いてありますけども、神様の御言葉は、まず、有益であり、そして効果的です。ということが書かれていますね。まず、神様の御言葉は、有益ですと。はっきりと書いてありますね。有益であること。そして、何のために有益でありますか。まず、第一に、教え。まあ、英語ではドクトリンと言うんですけども、教え。何が正しいのであるか。教え。学校に行って学ぶのは教えでしょ。教えられるでしょ。だから私たちが教えられる。何が正しいのか。何が本当であるのか。何が事実であるのか。神様の面から見た事実は聖書に記録されています。ですから私たちは本当のこと、本当の、世界の本当の状態を知ると思えば、神様の言葉を読むしかありません。外から見て、世界ってこういう風ですねとか、人間はこういうものですねとか、人間の問題はこれですねとか判断するのは、神様の御言葉がなければ真理を知ることができませんね。本当であることは限らないですね。ですから教えの民は何が正しいのか、本当に、この事実、人間の心の事実とか、人間の心の問題は外面的ではありません。ですが、ほとんどの哲学者とかに行くと、人間の問題は外面的な問題ね。お金がないから殺人するんだとか、いろいろ、ね、その理由をいろいろ外面的な理由にするんですね。じゃないです。殺人するのは人間の心が罪深いからですね。人間は人殺しです、心の中に。そして人を殺さなくても、実際にブサッと刺さなくても、人を殺したいという気があればもう人殺しですね。人殺しだから。人間は罪人です。で、それが聖書によると、それが分かるんですね。社会に聞くとか、ニュースに聞くとかね、哲学者に聞くと、そうだとは言わないですね。だから聖書の御言葉は、私たちに、この教えを、何が正しいのであるか、本当の事実の状態を教えてくださいます。なぜそれが分かりますか？人間の書いたものではないからですね。人間が書いたものであれば、ただあなたの意見と私の意見が違うだけで、どっちが合ってるか分からない。でも聖書は違います。神様の霊感によるものですから、人間の書いた書物ではありません。これは神様がくださったので、神様は間違いがないでしょ。神様には分からないことがないです。ですから聖書にそう書いてあるならば、それが事実です。ですからそれを学びたけ、実際のことを学びたければ、聖書を読まなければなりません。聖書はそのために有益です。真理を知るためには有益です。本当の状態を知るためには有益です。自分の本当の状態。で、人間というのは、私も含めて、自分がそんなに悪いとは思わないですね。みんなに聞いてごらん。あなたは地獄に行くべきだと思います。いや、私はそんなにひどい人じゃないよ。ね、悪いよ、まあ完全な人じゃないんだけど、そう、地獄に永遠に行くっていうのは、まあそんなこと、そこまでにひどい人じゃないよ。あの人とかね、ひどい人殺しとかね、ああいう人たちはもう地獄に行くべきだけど、僕はそんなに悪くない。完全ではないんだけど、ね、だから自分の意見は、神様の意見と違います。神様の意見は、あなたも含み私も、みんな地獄に行くべき悪いものですね。心が悪い。罪深いものです。地獄に行くべきです。地獄に行くにふさわしいものです、私たちは。神様の裁きの下におられるものです。それが神様の意見です。でもそれは自分からもわかりませんよ。他の人からもわかりませんね。ですから、これは神様の言葉にしかわかりません。そして、ですから、その、
真理を知るために、事実を知るためには神様の御言葉を読まなければいけません。学んだりしなければいけません。そして第二に、戒め。戒めはどういうんですか？ここが悪いですと戒めるでしょ。どこが悪いかを教えてくださいますね。何が正しいのかを教えてくださいますし、どこが悪いのかを教えてくださいます。私たちは、多くの面で、直さなければならないところはたくさんありますね。自分はそんなに悪い点がないと思うかもしれません。でも自分はそんなに悪くないと思うならば、ね、クリスチャンであってもね、完全なものじゃないんだから成長していい。これ、このままで、まあ私は、これでいいんだと思ってるならば、あなたはただ知らないだけです。自分の罪深さに気づいてないだけです。聖書を読んでごらん。お聖様の働きに身を委ねてごらん。自分はひどい罪人だと思いますよ。自分は神様と比べると惨めなものだと気づきますよ。でもそうだと思わないというのはどういう意味ですか？そうじゃないというわけ？みんな罪人のようなね、悲しんだりしてないので、悔い改めたり、俺は笑えて言ってないので、みんなは結構自分がこのままでいいんじゃないかと思ってるんじゃないかな。それどうしてですか？そのままでいいってわけですか？いや、全然そうじゃないですね。ただ聖書の、学んで聖書のから戒めを受けてないからですね。戒めを受けると私たちは自分の弱さに気づきます。それはいいことですか？悪いことですか？まあ今の大抵の教会に行くとね、神様はあなたを大事なものと思っています。あなたを大事なものとして愛しています。あなたは立派なものですから神様を愛しています。冗談ではないよ。神様の愛というのは、神様の、なんていうのかな、神様が良いお方ですので、神様の素晴らしい方ですので、私たちを愛した。愛されるべきではないものを神様が愛してくださってるんですね。愛されるべきものだから神様たちを愛してるんじゃないんです。愛されるべきものではないに関わらず、神様は、ね、の愛は豊かなものですから、私たちを愛してください。愛されるべきものではないのに。ですから逆にね、愛される、神様たちを愛してるから、じゃあ私はきっと愛されるべきものだから神様大丈夫です、ね。じゃあ、あなたは真理を知らないですね。ですから神様は、私たちは自分のことを、ここが悪い、あそこが悪い、ここを直さなくちゃっていうことを考えてなければ、十分に聖書と触れてない可能があります。だって本当に聖書と、ね、触れると、自分のことについて、ね、ここは弱い、ここが弱い、ここが弱い、ここが弱い。それいいことですか？ある教会、それよくない、ね。そしたら罪悪感が浮かんできて、みんながっかりして落ち込んでね、自殺するかもしれない。それだからさ、もう人間のこう、なんていうの、霊を上げるためには、あなたいい人だ、頑張れ、頑張れ、みたいな感じで、自分をこう、高め。いや、それが問題じゃないです。問題は本当にあなたは悪いんですね。で、それを知ると、解決があるんです。知らなければ解決はありません。自分が罪人だと気づかないと、ほとんどの人、世界のね、99% の人はクリスチャンじゃないんですから、クリスチャンじゃない人がどうしてクリスチャンにならないの？まず大事に自分の罪深さに気づいてないからですね。自分が結構いい人だと思うんですね。このままだったら、まあ天国行けるんじゃないかとね、思ってるんですね。自分の見方は正しくない見方ですね。正しく自分を、神様が私たちを知っているように私たちを自分を知ると悲しみます。悔い改めます。神様、こんな惨めな私よってね、言います。でもそれを言わないのは自分は自分を知らないからですね。で、クリスチャンでもそうですね。私たちは自分は結構いい。神様が私がクリスチャンなんだ、神様ラッキー、ね。神、私がクリスチャン、私だよ。この私がクリスチャンですよ。ピアノ弾いてあげようか、っていうね、こうしてあげようか、みたいな。いや、神様は私たちを変えなければ、私たちには価値がないんです。自分では価値が全然ありません。神様が私たちに価値を与えることができますけれども、私たちの自分の行いによってはね。だから、自分は本当の立場を知るべきです。そうしたら悲しみます。悲しむはずですね。悲しまなければ、多分自分の本当の姿は見てないからですね。で、自分の本当の姿を見ると悲しみますね。それはいいことですか？いいことです。なぜですか？そうすれば自分の必要を見ると、
自分ではどうしようもない、こういうもんだ、悪いもんだと知れば、神様って叫び出すね。助けてください。私は惨めなものでどうしようもない、神様って叫び出すと、神様が助けてくださいます。自分では、自分で自分の、まあ、英語の言い方はどっから来たか知りませんけども、自分のブーツで自分を拾い上げる、立ち上げる。だからこう、ブーツでこうやってやるんですね。だから、自分の靴を持ち上げると自分は浮かびますから、浮かばないでしょ。自分の靴を掴んで自分を浮かばせることはできませんからね。だから自分のこの汚い罪人の手で何をしようって言ったら、自分は罪人ではなくなりません。解決はないです。自分ではどうしようもないんです。それに気づかなければ、それに気づくと悲しいはずですね。でもそれはいいことです。なぜならば、そうすると、神様って叫びたりしますね。そして、まあ、よく、痛みはいいことですか。痛い。肉体的に痛いっていうのはいいことですか。痛みっていうのはいいことですか。痛いのは好きな人いますから。そういう変な人できないね。痛いって好きな人がいるみたいですけど、ちょっとそれがなんか病気みたいですけどね。精神病で。自分のナイフで切ったりする人もいますけどね。もう、大抵の人は、痛いのは嫌ですね。だから医者には行きたくない。なぜだ注射されるかもしれない。ああ、痛い。だから痛いからって。でもね、本当に痛いのはいいんです。本当はね。実は言うと。痛いのは神様が与えて、その痛みの才能というのは神様が与えてくださったのはいい目的で与えてくださったんですね。痛いことによって、どっかに問題があるということは気づくんですね。痛くない人、まあ、痛みを感じない人もいますね。何しても感じない。なんかちょっと体が悪いので、どこか感じない。その人たちは大抵ね、自分を怪我するんですね。こう気づかずにこうやって話してると、手を火に入れたりするんですよ、そういうのは。自分の目をこう、かゆいので、とか、どこまでかゆってるか分かんないので、目をこう自分でちぎり出したりするんですよ。自分を怪我するんですよ。痛みがない、言えない人たちは。だから痛みはいいことですね。どっかが悪いよって。ね、ここが危険ですよ。とかこうして火事に、火に入れると痛いでしょ。だから痛いからこう手をどかすでしょ。痛いのは感じないとこうやって話しながら手が燃えちゃうかもしれないですね。だからその、霊的な痛みもそうですね。いいことです。自分が罪人であることに気づいて悲しむべきです。ね、悲しまないように多くの、ね、教会は悲しみで、自分は価値があって立派なものです。あなたは素晴らしいものです。神様素晴らあなたは素晴らしいものだから神様あなた愛してますって、こう、で、自分の罪悪感、もうやめなさい、罪悪感なんか感じるべきではないんだとかね。痛みを感じない方がいいって言うと同じだよね。痛みは感じるべきです。Okay? そうすれば、ね、自分が手が火に入ってるってことを分かって、こう、同じように霊的にここが問題あるから、で、出題書を読むと、自分の惨めさに気づくんですね。そして気づくと悲しいはずですね。そして神様に、ね、神様、私はこんなもんですの。私はどうしようもない。神様が助けて言うと、そこに希望があるんですね。許しの希望があります。同じですね。告白して、そして悔い改めなければ、人間は罪を許されません。ですから、告白しなければ許されない。自分が罪であるに気づいて、それを神様に叫び出して、私は罪人です。許しさえ言わないと許されないので、だからそれいいことですね。ですからまず、その、真理が何であるか、そして、戒め、自分がどこが悪いか、そして、強制、どうしたら正しくなれるか。それが聖書に書いてあるんですね。どうしたらね、正しくなれるか。で、多くの人は自分が、物足りないものですからね、自分が、不足なものだと気づくんですけども、じゃあこれから頑張ってやるからって、ね、自分の努力によってできません。だから本当に正しくなりたければどうすればいいかというのは聖書に書いてあるんですね。だから罪人であれば、クリスチャンじゃないものはどうしたら罪が許されますか？イエス様が自分の代わりに死んでくださったこと、まず自分が罪人であることを認め、そして、悔い改めて告白して、イエス様が自分のために自分の罪の罰を負ってくださったことを信じ受ける、信仰で信じ受けると、そこに正しくなるって、私は神様の目、立場的には義人です。立場的には私は義人です。
もう罪のないものです。立場的には。だからなお、それでも そうなるには条件があります。その条件は聖書に書かれています。聖書を読まなければその条件を知ることができない。聖書を読まないで自分が罪であることに気づく人は自分の努力によって、なんかこうして、なんかここ悪いけどもここをこうすれば頑張ればというような感じ。他の世界の全ての宗教もそうなんでね。こうしてこうすればって良くなれると、ね。だからどういうふうに、本当にどういうふうにすれば正しくなれるかというのは聖書に書いてあります。そうしなければわかりません。そして、義人になれば、立場的に義人になれば、どうした、何をすれば正しく生きることができるか。義の訓練ですかが聖書にあります。それが聖書がそのために有益です。そのために欠かせないものですね。ですから、救われるため、そして正しく生きるためには聖書を、が与えられる。そのために聖書が与えられていますね。そしてもう、最後にもう一つは、聖書は効果的です。聖書は効果的です。ただ聖書は、頭で分かるようなものではありません。多くの、学問ですかは頭だけですね。実際に何も、ただ頭の中でぐるぐる考えを回すだけで実際に効果がない、ね。でも、聖書の実際の効果があります。私たちの行動をも変えます。心も変えます。ね、その第一のものは全部心を変える方法でしたね。でこれは行動を変える方法ですね。そして私たちが、全ての良い働きのためにと書いてあるんですね。だから正しいことをする、良い働きをするためには、どうしたらいい、私たちは、ふさわしいものになりますね。その、ふさわしいものっていうのは、その、まあ、英語では perfect っていうんですけど、完璧っていうか、要するに罪のない状態じゃなくて、これは、足りないところがない、ね。聖書を読んだり、聖書を学んだりすると、それ以上に何も必要ない。十分に与えられた、その必要、正しく生きるための必要性は全部揃っています。聖書があればね。それがその意味ですね。そして、十分に整えられたということが書いてあるので、どういう意味ですか、それは。まあ、整えるっていうのは、例えば、兵士が戦争に出ると、国が行ってきなさいというと、武器とか与えるでしょ。その仕事を、その何の役割を果たすための道具を与えてくださいますね。同じように、聖書は私たちに自分の神様の御心を果たすための道具を与えてくださっていますね。それがその意味ですね。そして、ここのところも読んでいただけますかね。ローマ書15章の14節。私の兄弟たちよ、あなた方自身が善意にあふれ、すべての知恵に満たされ、また互いに分配し合うことができることを、この私は確信しています。はい。だから私たちは自分が聖書を学んで、他の人にそれを告げて、そしてその人たちにも自分の罪深さに気づいて、神様の許しも込める。そして成長する。Okay? そしてクリスチャンとして私たちは互いに、この、互いに、訓戒し合うべきですね。互いに訓戒し合うべきですね。互いに、戒めたり、注意をしたりしなければなりません。だから私は自分のためにもそうしなければなりませんし、私たちは他の人にもね、あなたはここ、ちょっと聖書を書いてれば、あなたはここをしてますので、兄弟であれば、そうするべきです。本当にその人のことを思っていると、そうするべきですね。まあ、そうしない理由は何ですか？例えば誰かが何かやってるときに、正しくないことをやってると、何も言わない言いますか何か。まあ、ね、日本人は習慣的には何も言わないのがね、なんか顔に泥ついてるとか、でこっち見るでね、なんか、ね、まあ、ここに泥ついてみましょう、恥ずかしいから、こっち見る。でも、その人はそのまま泥ついたまま歩き回って、他の人も見ると、本当は言った方がいいんじゃない？ちょっとここ泥ついてますよって言ったら、ありがとうありがとうってね、言うべきでしょ。同じように、クリスチャンは正しいクリスチャンであれば、そして成長したいクリスチャンであれば、言われるのは、いいはずですね。
ここに泥ついてます。何言ってるの、ないこと、余計な世界悪なとか言いますか泥がついてますよって言ったら、ね、肉体的にそういうこと言わないでしょ、うん、ありがとうって言うでしょ。で、霊的にもそうじゃないですか。私たちは本当に、ね、どっか人が弱い、霊的に弱いところがあれば、そこのところ、聖書にこう書いてあるんです。あなたこうしてます。こうした方がいいんじゃないですかって、おすすめするべきですね。で、そうしないのは何ですか。なんで、本当は、ね、泥がついたりとか言わないのは恥ずかしいです。こっちからね、悪いこと言われるかもしれない。余計な世界言うなって言われるかもしれないから やめておこうっていうね。同じようにね、他の人に言われるかもしれない。その可能は多いですね。あんたここ悪い。何言ってんの、お前こそとか言うね。お前こそっていうのもね、ありますね。でも、それはいいことです。互いにって書いてあるんですよ、これ。互いに。互いにって何ですか？私からあなたへ、それで終わり？いや、互い、なんていうの？一歩通行じゃないんだよ。ね。あなたが私に、私があなたに。だから、ね。あなたこそは言った方がいいかもしれませんね。まあ、そういうふうには言わない方がいい。の、読むとこそって言う。だから、互いに、あなたが私にこうした方がいいんじゃないですか？あ、そうですか。ありがとう。聖書を公開でやめの。あなた、聖書を公開でやめの。あなたこうしますよ。うん。あ、はい、わかりました。ありがとうって言うべきですね。そうして私たちは成長するべきですね。それは神様の御言葉ですね。神様の御言葉が、こういうことを、そう、こういう、影響があります。ですから、神様の御言葉を、学んだり、勉強したり、しましょう。そうすると、私たちにもいいことがあるし、他の人にも本当の助けになることができます。クリスチャンじゃない人をイエス様に招くことができますし、クリスチャンであれば成長に参加することができます。そうすれば栄光を受けるのは神様です。人が救われると誰に栄光がありますか？神様にしかないですね。私たちはクリスチャンとして成長して神様のために生きるならば誰に栄光がありますか？神様にですね。神様に栄光があります。ですから神様の言葉を今年もう毎年こんなこと言うんですけどね、今年こそ読みましょうって言って、はいはいってみんな頑張って、ね、1月の終わりまで、ね、もう忘れてスケジュールが終わる、まあダメ忙しになったりするからって言って、でもね、今年こそやりましょう、ね、神様の言葉を毎日、神様の言葉に影響されましょう。そして、ただ読むだけじゃないですね。いや、だからその、今年も、去年はその読むスケジュールはありませんでした。で、毎年そうすると、まあ、癖になって、もう、読むのは意味ない。ただ読むだけで。早く読むだけで。まあ、早く読んだら終わりっていう感じで。本当は、ね、ゆっくり読んだ方がいい。ね、そして、全部読むことができなければね、ここだけ、じっくりと勉強しながら読んだ方が一番いいんですね。まあもちろん全部読んだ方が一番いいんですけども、ですから、まあ、神様の御心を毎日、神様の、御言葉に触れましょう。ね、読んだり、勉強したりしましょう。そうすれば、必ず、あなたにもいいことがあるし、他の人にもいいことがありますので、他の人の救いにつながることがありますので、他の人に神様の御言葉を告げなければ救われることができません。自分の意見を交わすだけで救われることできません。礼儀に何にもならないですね。神様の御言葉を告げなければ救われることできません。神様の御言葉を告げなければ誰も成長することができませんので、神様の御言葉を忠実に学んだり、飾ったりしましょう。最後にお願いしましょう。愛する天皇様、この時間を感謝します。神様の御言葉を感謝します。本当に自分の手元に何があるか、多分多くの人は気づいてないかと思います。本当にこれは実際に神様からの御言葉であることを今日思い出させてくださって感謝します。これからも忘れずに神様の言葉を忠実に読んだり、学んだり、時間することができますよ。神様が力と知恵を与えてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。それでは最後に、